皆さんこんにちは、ダンカメヨシです。というわけで今回なんですが、今シーズンに入って早くもウィザーズのジョーダン・プールの放出の噂が出てきてるんで、今回はその辺を中心に見ていきたいと思います。いやー、でもそれにしても早すぎますよね。っていうのはご存知の通り、ジョーダン・プールは今シーズンが始まる前まではウォリアーズでずっとプレーをしていて、そしてこのオフにね、クリス・ポールとのトレードでウィザーズへやってきていたんですが、マーク・ステインの最新情報によりますと、現在ウィザーズとしては、どうやらジョーダン・プールのことを球団の中心選手とは見てないようで、もしもこのまんまチームの調子がいまいちのようだったら、また彼のことをトレードする可能性もあるそうです。そうっていうのは、ワシントン・ウィザーズは今のところ、シーズンが開幕して以来2勝11敗で、イーストの14位。まあ、だから現在ウィザーズはチームとして間違いなくね、絶不調なんですけど、問題はその報道にも名前が上がっているジョーダン・プールですよね。というわけで次は彼の今シーズンに入って以来のスタッツを見ていきたいんですが、今のところ得意のスパーリングに関しては平均 15.5 点で、これは昨シーズンウォリアーズの時に残していた平均 20.4 点から約5点も減っていて、次はシュートの成功率なんですけど、これは今のところ 40% を切っていて 39.2%。なお、ここに関しては、ジョーダン・プールは NBA に入って以来、ルーキーシーズンを除いて、シュートの成功率は常々 40% を超えていましたが、ここに関しても、今のところその 40% にすら届いていません。そして、スリーポイントの成功率に関しては、現在は 27.8% となっていますが、ウォリアーズでは、またそのルーキーシーズンを除いては、平均 33% を超えていました。まあ、だからこのスリーポイントの成功率に関しても、今のところ、そのルーキーの頃の成功率と、あんまり変わっていないと、そういうことですね。そして平均アシストと平均リバウンドに関しても、ここ近年の数字よりかは落ちていますが、唯一上がっているのが平均スティールで、彼は NBA に入って以来、平均スティールがね、1本を超えたことはなかったんですが、現在はそれが 1.2 本となってます。ですが平均ターンオーバーに関しても、ここはね、あまり昨シーズンと変わんないんですけど、今のところは 3.2 本で、これはキャリアハイ。そしてあとはフリースローの成功率も、ルーキーシーズン以外では、今シーズンがワーストとなってますね。まあだからその明らかにスタッツにおいて、なかなかね、その数字が残していないジョーダン・プールなんですけど、まあここも少なからずともね、影響はしてるんでしょうね。ではまあそのステフィン・カリーやクレイ・トンプソン率いるウォリアーズにいた頃に比べると、ウィザーズに来たらね、ブラッドリー・ビールもいなくなったばかりで、再建中ということで、彼の平均スタッツ、特に得点なんかはね、伸びるんじゃないかと言われていましたが、それがここに来てね、これですからね。そしてもっと細かい数字を見ていきますと、例えば一番直近のバックス戦では30得点、そしてホームのオープニング戦では27得点。ですがそれ以外ではあんまり点が取れている試合がなくて、20得点を超えた試合は先ほどの2試合と、あとは11月の7日に行われたシクサーズ戦で23得点。よってこれ以外の全て20点以下で、このバックス戦の前に至ってはたったの8得点。まあだから数字に関してはね、明らかにその期待にね、応えきれてない感じですけど、今シーズン彼に関してもう一つ話題となっているのが、そう、彼の態度。ではまあここに関してはウォリアーズにいた頃から指摘はされていて、グリーンにパンチをされたことはね、有名ですよね。ですが彼はウィザーズに入ってからも、どこかその集中力がない感じで、なんかその試合中にフラフラ適当にやってることがあったり、あとはそのタイムアウト中に全然そのね、ヘッドコーチが言ってることに注意を払ってなくて、その映像もかなりね、メディアで話題となってましたね。まあだからそのジョーダン・プールのスタッツしかり、態度しかり、ウォリアーズにいた頃よりもね、悪くなってきている印象がありますが、これはやっぱりね、そのチームに喝を入れてくれるベテランがいないところが大きいと個人的には思います。っていうのはご存知の通り、ウォリアーズにはもうその大先輩のステフィン・カリーやクレイ・トンプソンがいて、あとはめちゃめちゃ厳しかったですが、ドレモンド・グリーンもいて、彼らがいたことによって、そのジョーダン・プールのバランスがね、保たれていたんじゃないかと思います。っていうのはやはりそういった存在がいるチームは強い傾向があると思ってて、例えばその優勝した時のレイカーズでは、ダッドリーやロンドがね、その役割でとてもね、いいケミストリーを作っていましたし、あとは今シーズンなかなか好調なロケッツにもね、ジェフ・グリーンがいて、彼の存在がね、かなり大きいと思うんですよね。そして彼は昨シーズン優勝したナゲッツにもいましたけど、そういった存在がジョーダン・プールには必要なんじゃないかということ。まあだからこの問題に対する解決策としては、彼のメンターターとしてのベテランをウィザーズに呼んでくるか、あるいはもう彼のことをね、そのような存在がいるチームに出していくしかないですかね。まあだからそういった意味で彼の移籍先を考察してみると、マイアミヒートとかどうですかね。っていうのはあそこはもうジミー・バトラーを筆頭にすごいそのストイックな印象で、チームとしてもね、つい最近そのガードのストゥルースやゲーブ・ヴィンセントがいなくなったばかりだから、ジョーダン・プールはここで再生できそうなんですけど、問題はそのサラリーっていうのは、彼は昨シーズンね、4年約1億4000万ドルの大型契約を結んでいるから、まあ候補としてはカイル・ラウリーとかタイラー・ヒーローあたりですかね。でもまあ本当にその才能に関してはね、間違いがない選手だと思うから、なんとかこのまま潰れないで、個人的にも頑張ってほしいです。そしてあとはチームメイトのタイヤス・ジョーンズやカイル・クズマが、彼のこの不調の原因は、彼がそのプレッシャーを感じすぎていて、本領を出すことができていないと、そういった話をしていましたが、もしもそのパターンだったら、試合を重ねていけばね、解決はしそうですけどね。はい、というわけで今回はジョーダン・プールに関して一緒に見ていったんですが、皆さんはこの件に関してはどう思いましたか？コメント欄で教えてください。そして最近 NBA 用のアカウントとして Instagram や TikTok も作ったんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。はい、てな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。